ーズインで勝ち取った全国選抜なので、そうですね、今までの松江工業のベスト8という目標を超えれるように精一杯頑張りたいと思います。技術的なこともそうなんですけど、元気で負けないようにしているのはこのチームであることと、粘りっこい技術をして最後まで諦めないということを目標に持っています。このチームはとても動かされた後がとても弱く、その時のボールの処理が悪く、いつも試合では負けるケースが多いので、いつも練習から動かされた後は神経を使ってプレーするように全員で頑張って取り組んでおります。